来てます。ナマステナマステタイミングやってきました。ナマステ大館市です。ツイッターで大館市のおすすめランチはって聞いたら、ちょっとナマステダイニングさんあったので、ちょっと気になるお店だったので、はいはい、来てみました。選んだメニューがジャンゴランチ A セット、はい、キガネコランチ B セット、はい、めっちゃうめそう。この曲は YouTube 的に引っかかるかな、どうか多分ありそうだよねちょっと分かんない、ありそうだよね。ちょっといっぺん喋れば多分雑音で紛れるから、はい喋るしかない、そうそう、引っかからないよ。ちょっとさ、ナマステダイニングさん、インドとネパールのカレーわかるんだけど、札幌のスープカレー、札幌秋田に、秋田に札幌のスープカレーあります。ちょっとびっくりで、平日12時から15時、はい、土日しかやってない。メニューはこんな感じ、ナンメインですね、うん、あ、タンドリーチキンとかうまそうだね。本当だ、うん、エビチリとかもありますね、はい、うん、こっちスープカレーか、え、ちょっと待って、チキンマサラカレーってこれすごい辛そう。カレー味もあるんだ。大盛りもできますね。プラス100円カレー大盛りです。いいですね。しかもテイクアウトも OK です。 LINE 使えばドリンクサービスになりますので、うんうんうん、はい、280円までのドリンク1杯目サービスです。ありがとうございます。でけえ、でかい、めちゃでかくね。ひとっきでかすぎー。ちょっと待って、本当にやばいんだけど。 A セットです、はい、これが A セットです。はい、でん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 これでテニスできそうか。取りました。いただきます。めちゃくちゃもちもちだよ、これ。でも、もう分かるもん、触ってるだけで。いただきます。幸せバターチキンカレーです。バターチキンカレーなんだこれ、うん、美味しいです。パリパリってすごい、うわ、カリカリだ、うわ、うまそう、もうすごいよ、カリカリ、なんかふわふわよ、うん、で、チキンカレー、なお、うめすぎね、うん、なお、うめすぎね。で、見て、ちゃんとご飯もついてます。ありがとうございます。サラダもちゃんとあります。ナマステタイニング最高、ありがとうございます。食っていきましょう。なんなんだけどさ、蜂蜜ついでて、あ、バターチキンカレーとめちゃくちゃ合うもんね。ちょっと待って、俺ら頼んださ、ランチセットあるじゃん、見てください。プレーンナン、ライス、食べ放題です。マジ、じゃあこのナンどう、このご飯、これ食べ放題です。やばけど、もう腹いっぱいになる。すごい、もうこれだけでなります。完食、ごちそうさまでした。ナマステ、どうだった。ありがとうございます。めちゃくちゃうまかった。やっぱりバターチキンカレーと、でさっきも説明したけど、何にバター乗ってたから、もう甘いカレーにさらに甘い。何にバター乗ってたっけ。はじめじゃねえかって、はじめじゃねえ。何食ったのお前。なんで何バター飲んだ。自分でさっき説明したけどって説明されてできるんで。そうでした。うん、ねえ、久々に何食ったの。うんうん、で激辛のメニューもあったけど、けどこのランチプレートそれほど辛くない。辛いものを食べれる小学生が食べれるくらいの辛さ。これ私そんな激辛、辛いのちょっと苦手なんだけど、それでも食べれました。ありがとうございます。美味しかったです。ナマステダイニング最高。おすすめです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ハザレ。美味しかった。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。めちゃうまかった。大館でここ来て正解だったな、うん、ちょっとツイッターで教えていただいた方ありがとうございます。まだツイッターでね、いろいろ大館市ここおすすめですよっていうのめっちゃあったっけよ。また大館来たら、はい、ちょっと皆さんから教えてもらったところ行きたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。食店大満足です。よし、皆さんも来てみてね。来てみてください。土日祝日休みなのもちょっと惜しい、そこだけ注意して平日いらしてください。お疲れ様でーす。お疲れ様です。Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.